グリフィン、初回デブリル、サイン盗みとか関係ないわ、弱い弱い弱い。まあ本当にボール変わったなら強いのは阪神だろうな。もともと投手が良いチームは飛ばないボールの恩恵少ないだろうし、まあ結果赤星井上で結果買ったんだからローテ云々言うのは違うだろう。阪神がやってたら阪神優勝間違いなし。もう野球見る時間も無駄無駄。なんで難しい球投手に打たれるかね。グリフィンはドーム戦にした方が意欲外は無理や。横浜に裏ローテで3立てした後に表ローテで爆死するのくさ。もう屋外で試合する時代じゃないね。バカじゃねえのこのチーム。なんか3立て臭いな。甲子園だからこのカード嫌な予感がしたんだよな。矢野サングラスかけてんか。オールブラックスが日本一のチームにここぞの試合で勝てるわけないだろ。勝負強さが違うんだよ。都合悪くなったらボールのせいにしててわろた。ここで3立ては阪神乗っちゃうな。打線の好調終わってきてるし正直まずいね。さすがに明日の都合で負ける要素はないけど、都合初戦でよかっただろ。なんでエースが3試合目に回るんだよ。ご視聴ありがとうございました。